全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロ個別指導塾の塾長の飯塚です。今日は7月3日火曜日なんで、火曜日といえば人気の公立中高一貫校特集の日になりますね。ノアではですね、今年の春から欧州館専門のコースということで欧州館ノアというのをですねスタートさせてるんですけれども、まあ随分おかげさまでいろいろお問い合わせとかいただいてですね、塾生も蒲田の方の教室はまずひとまず満員というふうな形で、今田園調布教室の方をですね、まだ若干名募集の方してますんで、どしどしお問い合わせいただければなと思うんですけれども、じゃあ欧州館ノア今どんなことやってるんだというふうなことをね、まず4月から入塾した子たちのね、状況をですね、お知らせしたいなと思います。まず4月入塾した子たちはですね、基本的に、この公立中高一貫校のこの教材ですね、これを使ってますね。まあ、F っていうのと、まあ、S っていうのがあって、ファースト、セカンドというふうに2冊あるんですね。で、特別公立5年生の子でも6年生の子でもあまりクラス分け打ちしてないんですよ。で、5、6年生も基本的にはやること一緒というふうなことで、このファーストの方のこのステップ、これを基本的にやってもらってます。まずで、大体これ20回ぐらいで20章ぐらいに分かれてるんですけど、基本的に1回の授業で1レッスンと進ませてます。で、やっぱりね、公立中高一貫の勉強今まで全くやってなかった子っていうのはちょっと戸惑うんですね。今までの国語算数理科社会的な私立型の勉強はとにかく覚えると暗記すると、で暗記したことを吐き出すっていう勉強だと思うんですけども、公立中高一貫の対策って全然違うんですよね。逆にものを覚える暗記するっていうことをできるだけしない方がいいんですよ。そうじゃなくて、一つのものを考えると、いろいろ思考してもらって、どういうふうに見えてるかとか、それに対する観察力とか表現力とか解決法とか、いろいろなことをここにねお話しして、ディベートしていきながらいろんな発想を養っていくっていうのが公立中高一貫校の受験対策になるんで、まあ正直言ってね、いろんなレベルの子がいます、っていうことで、結構できる子にとってはバンバンこの教材の方進んで、今早い子はねもう欧州館の過去問5年生で入ってます。今もう3年分ぐらい過去問やらせて、結構いい線いってますよ。で、6年生でもちょっと遅れ気味の子も、まあ、いまして、そういう子にはねちょっと速習コースというふうなことで、今いろいろやってるんですけれども、基本的にはね、ものを覚えるっていうことではないんで、結構ね、成長はみんな早いです。特にやっぱ5年生、6年生ってまだ子供ですからね、頭は大人に比べてはるかに柔軟ということで、ものを覚えたらね、結構その言葉を使ってみたくなったりとかして、もうプレッシャーをかけずにですね、子供のいいところを欧州館ノアでやっぱり伸ばしてますんで、ブレインストーミングみたいなもんですよね。もうどんどん互いのいい発想を出し合って、物を作っていくというふうな環境づくりをしてますんで、塾に来るのが楽しいよと、結構ね自分からみんな自習するようにもなってて、塾のある日、月水土とかって塾が普通あると思うんですけど、それ以外の火木金日とかもね、ノアはね、年中無休365日空いてる塾なんで、毎日来て、結構勉強して、先生たちともねいろいろコミュニケーションを図ってるんで、一つの問題に対して何遍もその週で話し合うっていうふうなことをしてるんで、4月入塾してくれた子は随分形が出来上がってきたかなっていうのが、これが本音ですね。で、物もね結構書けるようにみんななってきてますんで、作文は今欧州館のは本田先生というね国語の先生がやってくれてるんですけれども、この先生もすごく、明るい面白い先生で、生徒のいいところをめちゃめちゃ引き出せる先生なんですね。で、今のところ本田先生に教わって、書けないっていう子が、今のところ一人もいないというような状況なんですよ。ですんで、作文が書くのが苦手とかっていうふうにみんな思ってる子多いと思うんですけれども、ぜひ欧州館ノアの方にねお問い合わせいただければなと思ってます。
ます。この夏はね、やっぱり6年生は欧州館過去問を中心にしてやるようにしてくださいね。過去問 TV なんかもね、この7月中にはオープンしますんで、まずオープニングは欧州館の過去問から入っていきますんで、ぜひぜひ期待していただければなと思います。で、まあこの1ヶ月でもね、いろいろ欧州館に関するご相談メールいっぱいいただいたんですね。で、まあいろんな塾でいろいろ対策皆さんされてると思うんですけど、くれぐれもですね、理科とか社欧州館に、関してはね、理科とか社会とかの、私立型の予習シリーズのこの簡易版みたいな教材を使って勉強してる子もいると思うんですけれども、あまりそういうふうにものを詰め込むというふうな理科社会なんか特にですね、欧州館でそういうの出ませんから、歴史の連合だとかね、教養としてはやっぱりある程度やった方がいいんですけれども、別にね、理科社会が苦手だから欧州館受からないのかなとか、あまりそういうことはね、気にしないでくださいね。文章記述力だとかね、表現力、あと発想力、思考力、柔軟にね、勉強していって、いただければなと思いますんで、頑張っていきましょう。じゃあ Q&A のコーナーですね。クエスチョンのコーナーですね。これも欧州館受験生志望者のお母さんからですね。目黒区のお母さんですね。小学5年生の T さんとしときましょうか。T さん、学校のカラーテストが取れてないということで、算数35点取っちゃいましたというふうなクエスチョンが来てますね。前もちょっとこのコーナーで言ったかなと思うんですけど、ポピーおすすめです、ね。ポピーってね、ホームページかなんかで検索してもらえれば出ると思いますんで、パソコンでね、ポピーってね、学校のカラーテスト対策に非常に優れた教材で、難しすぎず簡単すぎずと、3000円ぐらいの教材かなと思うんですけど、毎月真剣ゼミみたいな感じで送られてきますんでね、チャレンジみたいな形でね、欧州館受験生は、公立中高一貫の全般に言えるんですけど、報告書、通知表の成績すごく大事ですね。で、もちろん学校の授業態度とか提出物とか積極的な参加っていうのは重要なんですけれども、カラーテストをある程度取れないと評定上がってきませんので、ポピーをやってもらえればいいんじゃないかなと。Z 会とかいろいろやられてる方もいると思うんですけどね、僕も一通り全部教材見て、塾生に試してやらせてますけれども、短期的に点数上げていくのはポピーをおすすめかなと思いますんで、皆さんご検討してみてください。じゃあワンポイントレッスンのコーナーいきますね。今日はね、四字熟語質疑応答ということで、質疑応答、塾で一番大事なポイントですね。質問とそれに対する受け答え、これが質疑応答ということで、塾で、成績が伸びる子っていうのはね、もう積極的に質問してきてくれる子なんですよ。で、それもね、積極的な質問 もうむやみやたらに質問っていうかね、自分で調べれば分かるようなことはやっぱり自分で調べなさいって当然言った方がいいんですよね。ただすごく調べて時間がかかるようなものとか、そういうものはね、ポーンとやっぱりね、的確に教えてあげた方が時間の無駄にもならないし、やたらこうに調べてみたけどわからないなっていう無駄な勉強がね、なくなりますんで、まずこの質疑応答の仕方っていうのがすごく重要。これは指導者の方に問われることかなと思います。だからお母さんなんかも、うちの子供を勉強しなくてというふうなことで悩んでたりするお母さんもいると思うんですけど、あるいは勉強に興味が持てなくてと、こういう時にやっぱり、塾の先生だったりお父さんだったりお母さんだったりがどういうふうに、リードしてあげてるかなっていうところが大事なんで、この質疑応答っていうところはね、すごくお母さんたちは気をつけていただければなと思います。今日は質疑応答でした。じゃあこの後塾に行く人、皆さん頑張ってください。さようなら。